ージ4のボスに挑戦よ。次は何の武器で戦うんだろう。とにかくやるっきゃねえな。源泉かけ流し、タコツボビバノン。ひぃ、シャンプーハットのお化けよ。チャージャーか。これは長い戦いになりそうだよ。落ち着いて相手の攻撃を避けながら攻撃していこうぜ。あんなのに当たったらひとたまりもないわね。多分あのシャンプーハットを持ち運んでる。ヘリコプタータコを3匹倒してから、本体に入ってるタコ足を攻撃するんだろうね。あのタコ、結構高い位置で飛んでるから、もうちょっと高い建物から狙わないと届かないわね。ここからならどうだ。よっしゃ、一匹倒したぜ。あまり近くにいるとシャワー攻撃をしてくるわよ。もう一度体勢を立て直そう。やだ私たちったら。真面目に実況してる。いいことだろうが。うわぁ、アップな。あと一匹。よくやった、これでタコ足に攻撃できるぜ。タコ足自体は簡単に破裂できるね。飛んでるタコが面倒ね。さあさあ仕事仕事。うわ、今度は4体も。ウプ主、あんたなら一発撃っただけで4体倒せるわよ。いや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 、行くぞー。このシャンプーハットはいろいろな攻撃をしてくるから、慎重に攻撃していくよ。シャワー攻撃、横に避けて。うわー、めっちゃ早。あんなシャワー、絶対浴びたくないわね。ここなら届く。よっしゃ、残り1体だぜ。やったー、4体倒したわよ。これは今までのボスよりも集中力を使うから、眠くなってきちゃった。おひろー、まだ終わってねー。ぐー、こいつら避けやがるわ。あと1体。やったか。やったわよ、これでおしまい。はぁ、なんとか倒せてよかったー。お疲れ様。次はラスボスだよ。引き返せ。ここから引き返せ。さっきから一体誰かしら。受話器、逆じゃね。あ、ほんとだ。おっちょこちょいかよ。あおりちゃん。え、そうなの。あ、あおりではない。いいから引き返すのだ。危ないし、危険だぞ。あからさまに動揺してるぜ。どうやら、あおりちゃんがタコたちに協力してるみたい。4号、あおりちゃんを連れ戻すの手伝ってくれる。もちろんさ。やっぱりあの後ろ姿、あおりのやつ一体どうしちまったんだ。あ、あれは。あおりちゃん、そうだよね。おいあおり。来ないでって言ったのに。あ、頭に乗ってるのがタコの切り身になってる。あおりちゃん、どうして。こうなったら、操られてるの。力ずくでも帰ってもらうよ。なんとかしないと。へえ、DJ。え、DJ だって？なんか始まったわよ。ああ、あれはタコはさ。どうしてあいつがここに。とにかくあいつが元凶よ。ふぅ、わさわさ。よー、わさわさ。乗らんでいい。君、あおりちゃんトロイ、簡単に洗脳できた。こいつ、許せねえな。へぇ、やっちゃって、ときめきボムラッシュ。キキ、ステイチューン。タコワサの倒し方は前作と同じだよな。ひたすらパンチを跳ね返す。来るよ。ドヤー、逆に暗いー。いい感じよ、その調子でどんどん跳ね返していきましょう。暗いー、このタコ。やったわ、あと3回。うぐぐ。あおりちゃん、あたしだよ、思い出して。DJ。このまま攻撃していけばきっと思い出してくれるわよ。おらー、タコワサ落ちてこーい。落ちたわ、思いっきり攻撃してやれ。いけー。ん、なに。着いた、じっとして、ホタルちゃんだよ。開いた。あ、サングラスが。き、しまった、催眠サングラスが。よし、特製スミソインク当たった。これで目を覚ましてくれたらいいんだけど。大丈夫、きっと目を覚ましてくれるよ。4号、今だ、アオリちゃんがピヨってる間に、DJ タコワサ将軍を頼んだよ。よし、これで最後だ、気合い入れていくぜ。落ち着いて確実に。両方打ち返してやるわ。やったぜ、タコワサに攻撃だ。この、悪さばっかりして。あう、頭が、酸っぱい。スミソ、聞いてる、今がチャンス。アオリちゃん、思い出して。聞けば天国。歌えば地獄。歌えば、極楽。もうちょっとだ、もう少しで思い出す。あ、私の居場所、ここじゃない。ええ。やったー。アオリちゃんが思い出したわ。待ってました。皆さんご存知、塩辛節だし。
いやー、本当に無事に思い出してよかったぜ。まだタコ朝が倒れてないみたいだよ。あらガチホコ、最後はこのガチホコで攻撃しろってか。言っておくけど私ホコ超苦手だよ。クリアできるだろうか。大丈夫大丈夫、ホコショットでタコを細切れにしてやりましょう。どこが大丈夫なんだよ。さっきみたいにパンチを打ち返すのかな。そうだ、やれ。ナイス。要領は分かった、あとは正確に打ち返していくだけだね。タイミングと距離感をつかむのが大変だぜ。このタコ野郎くらい。ついにやったか。4号、ライドレール中央からタコ朝に向かって、最後本体に直接アタックしないといけないんだ。ふっふっふっふ、これで巨大タコ焼きが作れるわね。こいつマジで作りそうなんだけど。もうちょっとだ。わぁ。どうだ。長い戦いだったんだぜ。そんな、これでもう懲りたでしょ。おとなしく生活してもらいたいね。ああ、こいつのためにもな。タコ朝よ、静かに眠れ。皆さん、大変お騒がせしました。では失礼。大爆破したぜ。あ、4号。待っとったよ。君のおかげで、オーデンチナマズもアオリちゃんも帰ってきて、ハイカラスクエアに平和が戻ったよ。ありが。今回は耳かきのゲームに挑戦していこうと思います。このゲームは毎回とんでもねえものが取れるんだよな。そうね、耳かき名人の霊夢ちゃんにお任せ。いつから名人になったんだよ。最初は私から。優しいんだね。おお、いい感じだわ。早くもヒットしたみたいだ。うぷ主、慎重にやるのよ。任せて、私にかかれば大丈夫。やったー、取れたよ。うぷ主やるわね。初っ端からやらかすかと思ったぜ。次は名人霊夢ちゃんがやるわよ。名人なんだからやらかさねえよな。霊夢頑張れ、一回で成功させてよ。頑張って。奥すぎる怖い。あんたよく喋る人だわ。あんまりうるさいとグリグリかき回しちゃうよ。絶対やんじゃねえよ。名人、今日は探り当てるのがいつもより遅いな。うん、なかなかピンポイントにいかないのよ。諦めねえで頑張れよ。おにぃ、愛を込めて。ちゃんと込めてるわよ。霊夢、いい線いってるよ。極上だー。もう一息。ひーっと。霊夢ちゃんここは落ち着いて慎重に慎重に。うん。ああ。名人がやらかしてくれたから次は私がやるぜ。あれは耳が悪いのよ。言い訳すんじゃねえ。マリサも頑張ってよ。もちろんだぜ。ひーっと。マリサ、私の分まで頑張ってよね。おう、集中集中。タイミングを見計らっていくぜ。そんなバカな。あらら、マリちゃんも私と一緒ね。お前と一緒にすんな。今度は私の番よ。名人の名にかけて。まだお前名人気取ってんのかよ。霊夢、今度は成功させて。もちろんだわ。今度は本気でやるよ。今まで手を抜いてたんかい。集中して、怖い怖い。私だってやるときはやるんだからね。だから二人とも、名人の手さばきを見ててちょうだい。お前よっぽど自信があるんだな。自信なんかないわ。じゃあよなよ。霊夢ちゃん失敗を恐れちゃダメだよ。慎重に慎重に。うん、あともう少し。やったー。無事に取れてよかった。こんなの余裕余裕。次は私の番だぜ。どうしたのマリちゃん、自信なさそうね。お前が成功するからだ。ひーっと。霊夢に負けてたまるか。落ち着いて確実にやっていこう。おう、やったぜー。さすがマリちゃん、達人なだけはあるわ。達人じゃねえし。今度は私がやるよ。その毛糸の塊は何かしら。毛糸じゃねえよ。これはね、イヤースコープと言って目で見てやるらしい。でも見えないから全く意味がない。まあしょうがねえよな、そういうゲームだから。私もこの毛糸みたいなやつでやってみたいわ。頑張って。これ普通の耳かきより操作が難しいよ。へえ、機会があったら使ってみたいぜ。いい線いってるんじゃないの。ひーっと。うぷ主これはレアだぞ、慎重に行けよ。うん、周りが見えないから怖いよ。そうね、慎重に少しずつ行くわよ。あともう少し。やったー、取れたぞー。なんでアンコウが入ってんだ。きっと迷い込んだんだわ。おい、ここは耳の中だぞ、海じゃねえよ。てなわけでアンコウゲット。今度は私が挑戦していくよ。集中して。霊夢、お前も頑張れよ。耳かき名人。ひーっと。あらやだ、名人だってよ。いいから集中してやれ。霊夢、これは何としてでも取ってよ。そうね、ここで取らなきゃ名人じゃないわ。はぁ、よかったよかった。またとんでもねえものが取れたな。どうやったらネジが入るんだろ。
次は私の番だぜ。ひーっと。ずいぶん見つけるのが早いわね。たまたま場所が一致しただけだぜ。耳の中に何かいるよ。よっしゃー。これは耳の中に入ってもおかしくないわね。入るわけねえだろ。次は私で最後だよ。それではやっていくよ。え、なんか言ってた。いいぞ、その調子だ。幸せー、マジ最高。ひーっと。最後だから気を抜いちゃダメよ。うん。あー。下手すぎて引く。なんか言ったかー。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。無事に煽りも帰ってきてよかったぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。